水系山ダムは沖縄道中部を流れる比ジ川、水系ヨナバル川にあったダム。カデナ弾薬古地区に位置し、周辺基地の利水のためベイリー軍港兵隊が建設した。1996年に完成した倉敷ダムによって置き換えられた。建設の契機は1957年の干ばつであった。当時沖縄の基地を高級化するため膨大な投資を。 行い、また徐々に、沖縄一般の社会資本充実にも目を向けつつあった。米軍はこの事態を重視し、翌年沖縄東南部の水道を整備するために、琉球水道公社を組織し、それまでの島内の水道施設を、統合島内水道施設にしてアマネネガイ浄水場、アマネネガイダム、そして、米軍専用のキャンプハンセンダムなどとともに、本ダムの建設に着手した。 当初アメリカ陸軍工兵隊はこの地域を管轄する沖縄地域工兵隊だけが関わっていたが同工兵隊は本国工兵隊へ技術援助を求めワシントンのわらわら地域工兵隊から土質工学の専門家の援助を受けることとなったこの技術者は当初のダム予定地の基礎の状態が良好でないと判定しより北部の福地川流域を選定した 大替として福地川が選定されたのは1963年の干ばつが影響していた。1959年12月に工事が開始され1961年2月に完成し、石川上水場及び小座上水場の水源として利用された。1963年4月24日、海軍建設大替の記録によると、 当時のキャンプキンザーの北側約2マイルに位置する、随系山ダムが決壊する危険性があると、陸軍工兵隊から連絡を受け、すべての兵士と管理区域の機材をキャンプ兵岐まで退避させた。その後、ベトナム戦争や沖縄返還の経済効果などによって、水需要が増加し続け水不足が慢性化した。対策として、随系山ダムとほぼ同じ位置により、 大きな新しい水系山ダムが建設され、置き換えられることになった。新しいダムは完成するまで、水系山ダムと呼ばれていたが、1996年4月1日をもって、倉敷ダムと名付けられた。また、古いダムは撤去されず土砂堆積用として固定に、残されている。1987年1月22日、倉敷ダム建設のために水抜き工事が行われ、 ダムのそこから28年ぶりに旧倉敷の集落が姿を現したことを琉球新報が伝えている。沖縄戦以前までは50数世帯が暮らす倉敷の集落があったが沖縄戦で米軍に接収されそのまま派手な弾薬庫となり1958年には米国民政府がダム建設を通告した。ありがとうございます。